今日の評価につきましては、これまでの尺とは少し違いまして、効果があるかないかという視点で評価をいただくことになっています。ですので、特に午前中の2事業につきましては、先ほどご説明いただいた234ページの、施策の方を小柱と書いているところは、同じ小柱の中にある2つの事業について、この施策に掲げられている目的の達成のために、今のやり方が正しいかどうかという視点で、議論を聞いていただければと思います。それではお願いします。学校教育課高校教育室長の岩城でございます。学校教育課長越水、補助員の高校教育室首席指導主事小川、指導主事吉原、後列は総務企画班主任厚見でございます。どうぞよろしくお願いします。それでは座って説明させていただきます。資料238ページ事業番号21番、予算事業名、心の教育推進事業費をご覧ください。本事業の目的は、高校生の心の健康問題や、いじめ、不登校等に対するきめ細かな相談体制や指導体制の充実を図ることであり、主たる成果指標としては、239ページに示した通り、学校が楽しいと答える生徒の割合の向上、補完する指標として、いじめの解消率の向上、中途退学者数、不登校生徒数の減少を目指しております。県内高校生のいじめ、中途退学、不登校の状況については240ページ、表1、2、3をご覧ください。いじめについては各学校でアンケートや面談等を実施し、早期発見、早期解消に努めております。平成23年度の解消率 85.2% は現在の基準で調査を始めた平成18年度以降最も高い数値でした。平成24年度の数値については文部科学省の規定により現段階では公表できないため集計中といたしましたが、確実に増加の傾向にあり、今なお深刻な社会問題となっておりますことはご承知の通りかと思います。中途退学者数、不登校生徒数については前立腺の過程では減少傾向にありますが、定性の過程については増加しております。それぞれの理由については248ページ、249ページの別表にもご参照ください。続いて、事業の概要について説明いたします。240ページ下段の、事業概要をご覧ください。本事業は4つの事業から成り立っております。1つ目の地域連携に関する研修会は県内10地区において中学校や警察署等と連携し、地区の共通した生徒指導上の課題に対する研修会を年1回行っているものです。昨年度実施した各地区の内容については241ページの表の通りです。2つ目の人間関係づくりプログラム活用事業は、ホームルーム活動や学校行事等を活用した健全な人間関係構築を支援するためのプログラムの作成とその普及を図るものです。昨年度プログラムを作成し、今年度は研究事業等を通じて各高校への周知を図り、活用の拡大を進めているところです。プログラムの内容については242ページをご覧ください。3つ目の特別支援教育体制支援につきましては、発達障害等特別な支援を必要とする生徒に対し、各高等学校の教諭等を特別支援教育コーディネーターに任命し、県内7地区において研究会協議を行っており、その協議に学校支援心理アドバイザーと称する臨床心理士を招聘し、助言や支援を行っているものです。4つ目が本事業の中心となるスクールカウンセラー、学校支援心理アドバイザーの配置です。243ページをご覧ください。1のスクールカウンセラーについては、現在県立高校10校を配置校とし、1校につき年間140時間を上限として派遣しております。ただし140時間のうち40時間までを他校からの派遣依頼に使います。重点巡回校が設定されている配置校については20時間を上限に巡回校に派遣することになります。244ページの平成24年度における配置校の一覧により、具体的に説明いたします。さまざまな課題を抱えた生徒が特に多く在籍する単位制による定時制の課程の3校は、
40時間を他校への派遣に充て、残り100時間を自校で活用します。一方、他の7校については括弧で示した重点巡回校への派遣に20時間、他校からの要請に40時間を充てるため、自校で活用できる時間は80時間ということになります。なお、140時間の設定についてですが、スクールカウンセラーが生徒と面談する時間帯を昼休みから放課後までの4時間とし、1週間に1回、年間35週訪問することを想定しています。次に、スクールカウンセラーの業務について説明いたします。思春期の高校生は様々な悩みや心配事を抱えております。多くの場合、友人や保護者、教育相談担当の教員や養護教諭等が相談に乗ることにより解消に向かいますが、中には自殺願望があり、リストカットなどの自傷行為や薬の大量服用を繰り返したり、あるいは家庭内に複雑な事情を抱えていたりするような場合や、医療機関につなげるために専門的な知見を必要とする場合も少なくありません。こうした生徒に対し、国家資格である臨床心理士であることを基本としたスクールカウンセラーが高い専門性や豊富な経験に裏付けられたカウンセリングを行うとともに、保護者教員に助言することにより状況が改善されるよう支援します。実施状況については244ページの括弧4のあに示しました。平成24年度においてスクールカウンセラーによる面談を必要とすると判断した生徒は配置校10校においては591人、非配置校においては1392人、合計1983人おりました。そのうち実際にカウンセリングを受けた生徒は配置校で263人、非配置校からの要請により行った生徒が96人で、実施率は配置校で 44.5%、 非配置校では 6.9% に過ぎませんでした。配置校と非配置校のいじめ等の状況については248ページの別表1をご参照いただければと思います。こうした状況に対し、生徒によっては緊急な対応や継続的なカウンセリングが必要な場合も多いため、戻っていただいて実施状況の意に示したように、県立高校の中にはやむを得ず PTA や講演会等の経費で独自にスクールカウンセラーを置く学校もあります。そうした高校が平成24年度は35校あり、640人の生徒がカウンセリングを受けました。スクールカウンセラーによるカウンセリングの成果については個々の事例により千差万別ですが、不登校への対応に関しては文部科学省の調査によると、244ページ括弧5の表に示したように、スクールカウンセラー等が専門的に指導に当たったことが不登校の解消に特に効果があったと回答した公立高等学校が全国で 38.3% と他の項目に比べ最も多く、本県においても 41.7% の高校がスクールカウンセラーによる指導の効果を上げております。本年度もスクールカウンセラーを10校に配置しておりますが、心に問題を抱えカウンセリングを必要とする生徒が約2000人おり、いじめや不登校への対応についても臨床心理士等による専門的な知見に基づく支援指導が必要なケースが増えております。245ページの現状における問題点の表に示した通り、学校が独自で設置したカウンセラーを含めても現在の数ではカウンセリングを必要とする生徒の半数程度しか対応できていないのが実情です。さらに東西に広がっている本県の状況を踏まえると、東部、中部、西部の3地区にそれぞれ10人程度の配置が必要と考えております。次に2の学校支援心理アドバイザーについてですが、最近の傾向としていじめや不登校等に発達障害等の特別な支援を必要とする生徒が関与するケースが増加しております。このため3つ目の授業で述べた特別支援教育体制支援における拠点校への派遣に加え、本年度から重点派遣校への派遣として特定の学校へ 学校支援心理アドバイザーの派遣を行っております。それぞれの配置校については246ページの表をご参照いただければと思います。また専門的支援派遣については、旧周知高校等で発達障害等の生徒を集めて実施しているコミュニケーションスキル講座において、受講する生徒や
生徒が在籍する学校の教職員への指導助言を行っているものです。心の教育推進事業は平成9年度の地域連携に関する研修会から始まりました。県立高校へのスクールカウンセラーの配置は平成13年度の5校から始まり、10校配置としたのは平成18年度からです。生徒が抱える心の問題は年を追うごとにますます複雑化し、教員だけで対応することが困難になってきています。スクールカウンセラーによる対応はこうした状況を改善する最も有効な手立てであると考えております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。説明書です。ありがとうございました。それではこれから質疑に入っていきます。いかがでしょうか。質問させてもらいます。まず授業の概要の中の1番から3番というのは主にこれは学校の先生を対象に認識とかを上げるという形のものになるというふうに考えてよろしいんでしょうかね。それと4番目のスクールカウンセラー、シニアアドバイザーの派遣配置というのはそうではなくて学校のからの要望を中心としてそれを汲み取って行うというふうに考えていいでしょうかね。例えばの質問についてお答えいたします。事業のですね、1番から3番につきましては、まあ、確かにですね、教職員を対象とするような傾向のものが多いかと思いますが、括弧2番のですね、人間関係づくりプログラムにつきましては、これは生徒を対象に、まあ、実施をするというものになっております。生徒ですね、特にその年度当初あるいは学期の始め等ですね、まあ人間関係を構築しなければいけないところでですね、こういうプログラムを、まあ、クラス等で実施することによってですね、生徒の円滑な人間関係を作るような支援をするというところに趣旨がございます。1番と3番についてはですね、まあ、特に教職員の研修ということでお考えいただいて結構かと思います。4番のスクールカウンセラーにつきましては、これはもちろん生徒がですね、その面談の対象ということになるんですけれども、その面談をした生徒への支援についてですね、スクールカウンセラーから担任等ですね、教員の方に助言をしていただくといったケースもございます。そういうことで、まあ、はっきりした線引きはできないんですけれども、まあ、教職員にもですね、スクールカウンセラーは対応していただいております。以上です。まあ、全体の事業の割り振りから言うとスクールカウンセラーの配置というのが中心だと思いますけれども、事前にいくつか質問させてもらっている中で、人間関係づくりプログラムの活用ということについてですね、お聞かせいただきたいんですが、人間活用プログラムの活用については平成24年度中は冊子を制作して配布した。で25年度県内3校によって、おいて、事業研究などを行いプログラムの効果的な活用方法について研究する予定というふうになっているんですが、これの活用の仕方、まあ、予算を使って作るので活用の仕方はどういう形で成果として現れて今回の補完する目標の中にどんなふうな形で現れてくるんでしょうか。人間関係づくりプログラムにつきましては今ご指摘の通りですね、昨年度作成をいたしました。まあ、大学の先生あるいは県内のスクールカウンセラーまた、教育相談を、まあ、専門にご担当されている、教員ですね、そういった先生を委員にしてですね、まあ、1年間をかけてですね作成いたしまして、結局ですね、その冊子を配布したのがですね、今年度の5月になってしまったんですね。まあ、ちょっとこれ作戦だいぶ時間かかったというところは誠に申し訳ないところあるんですけれども、一応平成24年度については、冊子の作成ということがまあ、この事業の、まあ、目標だったものですから、まあ、一応作成まではこぎつけたと。で配布をですね、今年度5月にいたしまして、で学校というのはですね、
こういうプログラムを実施するときにですね、大体多くはホームルームの活動ですね、そういう時間を使って、まあ、1時間を使って実施をするんですが、大体もう年間のですね、予定というのは年度当初にはこう出来上がっている状況があります。ですのでこれは5月に配布したものですから、まあ、もしですね学校の中で、臨時的にこうそういうホームルーム活動の中にですね、取り入れていただけるのであればですね、まあ、ぜひ使っていただきたいというお願いをしております。しかしながら、このプログラムは先ほど申した通り年度当初に活用するのが最も効果的だというふうに考えております。従いまして、次年度平成26年度の、年度当初にですね、まあ、全まあ、できもう本当に可能な限りですけれども全県立高校でこれは活用していただきたいというふうに考えておりまして、今年度はそのための周知普及というふうに考えております。実際ですね、先月の、終わり8月の30日ですけれども、浜松江ノ島高等学校におきまして、このプログラムの活用についての、教員の研修をですね、まあ、実施いたしまして、そこであの DVD 等の撮影をいたしました。今後ですね、各学校の方にその撮影した DVD 等をですね、配布するとともに、来年度の年間計画の中にこのプログラムの活用をお願いしたいというふうに考えております。なおですね、あと2校ですね、浜松江ノ島高等学校以外の2校にもですね、同様のことをお願いする予定で、中部につきましては静岡東高校にお願いをしております。東部がですね、なかなかあの、教育相談にこう長けたあの先生が、実はこういらっしゃらないということがございまして、今はですね、あの人選並びに学校の方は選定している最中でございますが、いずれにせよですね、今年度中に各学校に周知普及を図っていくということをやっていくつもりでおります。以上です。今ご説明いただいた人間関係プログラムの件についてはその内容を拝見しましてもとてもすぐ先生が年度初めに使い始めて、ご活用いただけるような内容ではないようにお見受けしました。そうしたプログラムを作っておしまいということではなくて作ったものを現場の方に落とすというところまで、県の担当課が見届けるという必要があるかと思いますのでそういうお考えでいらっしゃると思います。ぜひお願いしたいと思います。それで、質問はスクールカウンセラーの件なんですけれども、今238ページに出てます。そのこの心の教育の推進事業費としてこの事業は目的はあくまでも子どもの心の健康問題いじめ不登校に対応する高校生に対応するという静岡県の事業になっているわけですがこれについてスクールカウンセラーを設置するのに1400万の費用をつけておいてす。これっていうのはあのトータルで県の高校生約7万人、1人頭でいくと全部の子どもさんに対して1人当たりに、私の割り算が間違ってなければ大体200円とかそういう格好になるんです。じゃあどのぐらいのこの心の悩みを持った生徒さんがこうしてスクールカウンセラーの求めているかというと大体、ページでいうと大体 3% ぐらいの生徒さんたちが心の叫びをスクールカウンセラーに実際に求めてきている。で30人に1人、まあ、学校で言ったらクラスに1人ぐらいっていうボリュームにもなってきてしまっていて、でそれをどん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 悩みが増えてるからそれに対して対処していかなくてはいけない、そういう現場の状況は非常にその通りだと思うんですが、増える一方でその増える数に対応していくっていうのと合わせて
では今限られた予算の中でその費用の中でどうやって仕組みをうまく作ってやっていくかという現状のその仕組みに対しての考え方の件と、あと長い目で見て今後ますます増えていくと思うんですけれども、その長期的に立った時予防としてどういう動きを今静岡県が考えているか、その点の2点お伺いしたいと思います。お願いします。それでは今2点ですね、ご質問いただきました。まずこのスクールカウンセラーの配置の体制による制度のところの変更問題への対処についての考え方という、この仕組みについての考え方、効率的に運営するために、効率的なというか、なるほどね、まあ、本当に委員おっしゃる通りですね、これは全校生徒ですね、7万人弱、県立高校の在籍生徒数は、6万4千人、程度なんですけれども、そのうちの、3% ですね、生徒がですね、スクールカウンセラーの、面談をしようとするということになっております。本当に今おっしゃった通りで、大体クラスで1人ぐらい、そういう生徒さんがですね、在籍しているわけですけれども、これはですね、やはりその生徒1人だけの問題ではないのかなと。その生徒1人、例えばその生徒が、他の生徒に対してですね、非常にこういじめ等ですね、をするとかですね、あるいは、いろいろなこう、変異があってですね、非行に他の生徒を巻き込むとかですね、そういったその生徒1人のだけのことではなくて、他の生徒への波及といったようなこともですね、これは考慮しなければいけないのかなと思っております。またですね、クラスに1人ですね、そういう、こう専門的な知見をしようとするような、そういう教えが必要なですね、生徒が在籍するだけでですね、これは教員、特に担任はですね、かなりのこう負担、かなりのこう、労力をですね、その生徒を費やすことになるんですね。ですので、これ確かにクラスで1人という考えますと非常に少ない数字なのかなという印象はあるんですけれども、非常に他の生徒の波及、あるいは、担任と教員への、あるいは学校全体への、負担といったことを考えると非常に大きなことだと思っておりますので、かなりの予算をですね、使っていただいておるんですけれども、私どもとしてはですね、より、この制度ですね、を拡充して、お願いをしたいというふうに考えております。ちょっと回答になっているかどうかわからないんですけど、多分最初の説明にもありましたように、今の現状では足りないという問題意識をお持ちの中で、今の石川さんのご質問は、それと1400万で 3% だというところで、今後やっぱりこれ同じように増やしていくというお考えなのか、他の手法、多分最終的な目標は不登校やいじめをなくすということで、それはその手段としてこのスクールカウンセラーを増やしていくか、そこの考えをお聞かせいただきたいです。考え方としてですね、私大きく3点、今後の考え方があると思っております。一つはですね、まず教職員のスキルであるとか、あるいは、意識を変えていくということが挙げられるかと思います。今難しい生徒も多いわけですけれども、教職員の中でも、対応できる教員の養成というのが必要だと思います。もう一つは、学校心理支援アドバイザーの派遣の中で専門的支援というのがありましたけれども、その問題を抱えた生徒だけを何らかの形で、一箇所に集めて、その子たちを中心に、指導するという方法、今九州地高校で行っているわけですけれども、そういった方法をさらに拡大していくといった方法もあるのではないかと思います。3つ目はですね、今高等学校の話だけをさせていただいているわけですけれども、この後小中学校のスクールカウンセラーの案件もありますけれども、やっぱり小中学校、さらには家庭での教育、といったようなことも含めて、早い段階でこういった生徒たちを、こういう生徒にならないように、支援をしていく、トータルでの考え方というのも、教育委員会としては必要ではないかなというふうに思っております。すみません。
今のご説明は全くごもっともなんですが、それはこの資料を拝見してでも分かる範囲のこと で具体的に例えば臨床心理士さん、ページでいうと243ページに、すでに臨床心理士さんという専門の方をスクールカウンセラーと県が認定して、その方は時給5000円で、それに準じる方には3500円払ってで動いていただいているわけです。でそれ以外にスクールカウンセラーとしての立場ではない、スクールソーシャルワーカーの社会福祉士さん、キャリアカウンセラーさん、そうしたご専門を持った方々も一緒に連動して動く。で学校側では例えば教務主任さんと学担任の先生と、あと養護の先生ですとか、そうした方々の共有をどういうふうに図っていくか、効率的に時間を皆さん単価高く取っていらっしゃるばっかりじゃなく、その時間外までやっていらっしゃるという現場の声もあるかと思うので、そうした仕組みをどういうふうに効率的にするかっていうところをお考えなのかという話と、今後についてはもう増える一方だと思うんです。でそれをどういうふうな方針を持って県としては予防措置を講じるっていうところを伺いたいと思いまして、できれば現場をよく知る長澤さんにも現場の声ではこういう意見があるというのをお伺いしたいところなんですが、すいません、今関連で実はその後に質問しようと思っていたんですが、この、事業説明、前の論点整理とかいろいろ含めてですね、今日初めて養護の先生の名前多分初めて出たぐらいだなというふうに思っていてですね、で私自身としてはそこが非常にキーパーソンだったりするんだろうと、なのにどうしてここには全然そういうこと出てこないんだろうっていうのはずっとそこ実は不思議だったんですね。全然この、担当が違うからとか、多分仕事としてのこう分けるところが違うからってことになってしまうのかもしれませんが、今まあ現場をよく知るっていうことではないですが、少しその辺のお話を聞いたときに、やはり 担任と養護が、かなりのところまで受け負うで、なんでかって言えば、それはやっぱり、何でしょう、できればそこで片付けて、片付けてない、そこで解決をした方が子どものためにもなるし、その後の学校生活にも影響がない。で、さらに、でもそこからスクールカウンセラーに次に行くわけですよね。で、そうするとやっぱりそこでは、医療との接続だったりとか、あと、環境の問題でケース会議を開くとかっていうところまた次に行くわけですけど、だからそこで、だからスクールカウンセラーの実は前にすごい実は大変なところがある、そこが全然よくわからないんですね。でいかにもこれを見るとスクールカウンセラーさえ行けばいいんじゃないかっていうふうになってしまうと、それもおかしいし、で第一スクールカウンセラーは、現場の声によると、来てくれない、来てほしい時には来ない、足りないっていうのはもちろん あんまり言っちゃいけないと思うんですけれども、そもそもその、全然この仕組みが機能しないということが足りないという以前にあると、何でしょう、その、例えばじゃあ週1回この学校に必ずこの人が行くとか、そういう仕組みで出てきてなくて、重点校と拠点校にはいるけど、来てほしい時には派遣願いを学校から出して、でこの日に来てください、あその日は行けませんみたいな話をすると、じゃあいつ来てくれるんだよという時に相談時間さえ確保できないというのが今の状況だというふうになっています。なのでそれはたくさん人を当てて、いつでもいていつでも来てもらえるようにするのか、もしくはそういうふうな仕組みをちゃんと作って、この日にはこの必ず来るということをする、でその前に養護の先生と担任が何をするというふうに、ある程度もう少しこうシステマチックにっていうのはなかなか子どもの時は難しいですけど、なんかそういうところが少し聞かせていただきたいなと多分あると思うので、その辺をちょっとご説明いただきたいなと思っています。私の方から少しお話をさせていただきます。244ページの課題に先ほど市長の方から説明をしていただきました23年度の文部科学省調査が表でございますが、その全ての教師が触れ合いを多くするなどして学校全体で指導に当たったというのが静岡県非常に割合が高くなっています。スクールカウンセラーが足りないということで、教員が一生懸命取り組んでいるというのが数値からも分かるのですが、
その、活用について昨年ですね、いじめとか不登校ですとか非行問題ですとか今子どもたちが抱える問題は非常に複雑化していて不登校の背景にもいじめがあったりそれから家庭不安ですとかいろんな問題がこう見え隠れします。で必須的なもので、その心因性のものでねお腹が痛いのかそれから本当に気質的な内臓疾患でお腹が痛いのか陽教さんというのはやはりお腹が痛いという訴えの裏に何が潜んでいるのかということをきちんと受け止めてでそれを野球のおそらくキャッチャーのように子どもの気持ちを受け止めてそれを生徒指導だとか担当だとか校長管理職等にも伝えながらそして専門的なアドバイスということで臨床心理の先生にも入っていただいてケース会を開いたりということを重ねています。で昨年ですね実はいじめが大津のいじめがあったものですから静岡県ではその私立だとか公立だとか政令だとか市長だとかという枠を超えて実は静岡県市長教育委員会代表者会という名前で静岡県いじめ対応マニュアルというものを作成させていただきました。で先般6月28日にいじめ防止対策推進法が出されましたがその早期対応早期発見ではなくて私たち昨年一番大事にしたいのは未然防止であると子どもの日常をいかに育みそして、教師が、一番この子どもの心を敏感に感じ取るその感性をやはり磨いておかなくてはいけないということで今長澤先生や石川さんの方から委員の方からお話しいただいたようにそのスキルをきちんとこう高めておくということがスクールカウンセラーにまず頼るですとかそういった段階の前で非常に重要だと考えています。で実際にはいろんなケースがあるんですが転校したての、高校2年生が非常に学力も優秀なお子さんなんですが、いじめがこう少しずつ同級生から、痛みから始まるんですがそういったことでこういじめが入ってきたのかいじめられるようになってきたと最初は些細なことだったんですが、家庭のこの情緒不安定なところからこう自分でやめてとなかなか言えなかったとそこで誰かに相談したいというふうに望んでいたんですがまずその学校の陽太さんの方に相談をしてそれをスクールカウンセラーにつなげてということでお母さんとスクールカウンセラーが面談をしていただいてお母さんの家庭の父親との不安を乗り越えてその家庭の支援をすることを乗り越えたというケースもあるものですから本当にそのやはり現場の教員の資質向上というのが最も一番大事だというふうに考えております。はい、私もスクールカウンセラーさえ派遣すれば解決するとは全然思わないし現場の全体の力を上げていくということがとっても大事だと思いますがで全体の力を上げていくためにもまたスクールカウンセラーが役割を果たすということだと思うんですね。でも今の長澤さん のご指摘のように中途半端であまり機能してないならば、これも数字で見ててもこの実施率で見てても 50% ですよね。だったら倍にしてカウンセラーをちゃんと機能させるようにする中途半端で機能してないんだね倍にするとか3倍にするこれ所詮授業費って1400万ですよね。県の教育委員会の予算からするとこれ倍にするなんて簡単な話ですよね。やる気になったらそれちまちました予算交渉じゃん大変でしょうけども本気でこれが必要で機能させるんだって言ったらその県が1000万の予算増やすぐらいはいくらでもできる話だと思うんですよね。それをやろうとしておられるのかそれをやろうとしない理由があるのかその辺をお聞かせいただけますか。ちょうど9月から予算が始まりますが、本当に現場の教員の資質向上も含めてスクールカウンセラーは必要だというふうに感じています。なので、当受精ということで市街地に多く資質が、資格を持った方が多いものですからやはり30人3倍ぐらいはやはり必要だということでこれから
子どもたちのためにということで考えていきたいと感じています。あの現実にはですね、県の関与してない学校でスクールカウンセラーをお願いをしているとか35校あるっていうことですよね。でそれはその学校の校長なりあるいは教職員の方なりが、必要だと思っているのでやっているはずですね。で県がどういう資格の人かっていうのを調査をしてるんですかってのはしてませんって書いてあるし、どんな形の連携を取ってますかってのはしてませんって書いてある。質問するとそう回答来ちゃうんだよね。でそれがですねなんか非常に不思議、現場での要望がスクールカウンセラーが必要だというのは皆さんが思ってここでは思っているように思えるけども、その現場で要望されていらっしゃる現場からは要望が上がってきてるんですかね。 そんな不思議ささえも出てしまう。県から派遣していただくスクールカウンセラーでは魔石に合わないので、私たちは自分でやりますという学校が県の公立高校の3分の1あるということですよね。100校弱だ、静岡県は。それについてはどう考えますか。毎年ですね、各学校の方にですね、スクールカウンセラーの派遣が必要かどうかといった調査もしてございます。で、もう大半の学校がですね、それはもうもちろん必要だということで回答いただいております。ただ、現状はですね、今10校への配置という、この、しかも派遣要請してもですね、なかなか学校の都合に合わせて、カウンセラーの方が来てくださらないと。いう状況がある中で、それであるならば、学校の方で、提案しましょうというような、やむを得ない状況の中で、こういう、PTA 会費を利用した、派遣を、依頼をしているというふうに認識しております。したがいまして、私どもとしてはですね、県の事業が、もっと拡大すればですね、そういった、35校、今やってるんですけども、そういう学校も、減っていくのかなというふうに考えております。というか学校が使いやすい形でのスクールカウンセラーの配置をするにはですね、これも拡大をしていくしかないのかなと思っております。で予算のお話も先ほどあったんですが、これ本当に毎年ですね、私どもこう力がやっぱりこう足りないということでですね、常にこう財政のところで跳ね返されてしまうところがあるんですけれども、とにかく、拡大ということをですね、いろいろと資料を揃えてですね、説明はしておりますが、やっぱりこうなかなか今のこの財政状況の中ではですね、難しいということで、ぜひですね、今日こういう機会がありますので皆さんからですね、先ほど橋川さんがおっしゃったのは、この事業だけ、その2倍なり3倍にするということとともに、まさに今日のこのレビューの場というのは横に見る、この後の授業も含めてですし、他に2授業もありますから、その優先順位付けの中で教育委員会さんがお持ちの予算の中でトータルが変わらなくても、こういう今現状先ほど出ている議論からすると中途半端になってるんじゃないか、活用本当は大事だと我々も今感じている中で、ただ中田さんがおっしゃってたようにいないとか使い勝手が悪くなっていることを変えるためには、こういうところに重点配分した方がいいんじゃないかということだと思う。でちょっと議論整理しますが、これゴールとしては先ほど出ているいじめをなくそうということ、不登校を逆なくそうということ でそのための対策としては、先ほどおっしゃっていたように、もちろんこの授業だけではなくて未然の防止も必要だと。でこの授業は未然の防止よりは実際に認知されているものをどう解消するかですよね。ですので未然の防止という観点でいくと、多分この後の授業に出てくる小中でどうするか、あとはおっしゃった家庭でどうするかというところがあって、多分その両輪なんだというところだと思うんです。で、認知されているものをどう解消していくかという中で、スクールカウンセラーもあれば教員もいれば養護教員もいる。その中で、なかなか教員や養護教員だけでは今足りていないから、スクールカウンセラーという方を呼ぶことによって、減らしていこうというところになっているんだと思うんです。ただ、実際今140時間という中で、それでも足りていないという状況がある。あとはこう対策としては人数を増やすか、今おられる方の時間を延ばすか、あとは養護教諭を増やすか、先生たちを増やすか、多分選択肢としては限られているんですよね。できっと先ほど皆さんがお聞きになりたいのは、どれもこれもというわけでもちろんいかないんで、これを
受点化したいんですかということをずっと聞いてると思うんですけど、もう一回そこをお聞かせいただきたいんですよね。重点化のところは、まずその前の段階ですけれども、対応が必要な制度が増えているということだけではなくてですね、こう質的な面での、難しさといったところもご理解をいただきたいと思います。当然ですね、通常生徒からいろんな相談があった場合、あるいは生徒から相談がなくてもですね、教員はですね、面談と相談業務をやります。大部分の生徒はですね、というかもう 全生徒を対象に、当然これは、教職員が対応して、通常の面談は当然これ全職員です。これもちろん養護教員の先生も含んでですね、担任から養護教員の先生にいろいろとこう相談をすることももちろんあります。それも含めた全教職員が通常の面談を対応します。ところがその中にですね、例えば重篤な事案、なかなか、教員、あるいは場合によっては、養護教員の先生もですね、これはちょっと専門的な方に見てもらったらいいんじゃないのという判断をする場合があります。そういう時にですね、スクールカウンセラーの方に対応をお願いします。で、その、数が、平成24年度は1983人だったんですね。重篤な事案ということで考えていただきたいと思います。じゃあ、この重篤な事案というのはどういうことがあるかというとですね、いろんな学校、本当に事案がございます。基本的にはその心因性のものでですね、なかなかこれはもう専門家でないと対応できないようなことになるんですけれども、例えば、自殺願望がある生徒への対応と、それから、精神疾患。これもですね、病気にかかってしまえばもちろん医師の診断ということになるんですけれども、その前の段階でいろんな症状があって、これはもしかしたら疑われるんじゃないのかなと。言ったときにですね、教員ではなかなか対応しきれない、そういう場合にスクールカウンセラーの方に相談して面談をしていただいたり、あるいはご助言をいただいて医療機関へのつなぎ役、パイプ役といったようなことをやっていただいております。それから不登校ですね、これも心因性の部分からですね、不登校になる生徒いますので、もちろんこれも基本的には教職員が対応するんですが、そうはいかない状況も多々あります。ご質問に遮ってしまって申し訳ないんですが、今おっしゃっているところは、教員だけでは、その量というだけじゃなくて、質でも教員だけでは対応できないから、スクールカウンセラーが必要だという理由ですね。大体趣旨は分かりましたので、すみません。で、福島先生。そうだとすると、絶対に必要だって説明されてるんですよね。コロナ部活さんは機能してないって話なんですよね。そうしたら、財政当局云々よりも、教育委員会の何かの予算を見直したって1000万2000万数出るでしょう。どうか削ってこっちに集中的に回さないと大変な話になるっていうふうに今の説明が本当なのか本当でしょうけど思いますけど、それはもう教育委員会の存在をかけてここに集中投資する、集中投資するだって10億20億の話してるじゃなくて1000万2000万の話しててね、それはすぐできんじゃないですか。お金の話っていうのももちろんあると思うんですけども、すみません、私素人から考えるとですね、保護者みたいな、例えばじゃあ高校、たくさんありますよね、100校ぐらいあって、でじゃあその中に1人何校持てるのかっていうのをまず考えて、カウンセラーさんがでそれで割って、で時間も決めてっていうふうにすれば、必ずその3校の、うちじゃあ週に2日ぐらいずつ入れるとっていうふうにして、そういう仕組みっていうのは作れないんですか、なんで30人なのって逆に思ってしまうんですが、そのあたりの根拠は3倍ぐらい欲しいから30人ってことなのか、今みたいなその仕組みっていうのは作ってできるのか、教えてください。それでは30人の根拠の方からお話をさせてもらいますが、ですね、不登校あるいは、中等大学をする生徒ですね、定時制の家庭の、生徒が非常に多いんですね。従いましてですね、ちょっと見にくいんですけれども、ここが今現行の10校です。東部中西ですね、それぞれ3校3校、4という形で配置しております。で、そういった、対応が必要な生徒が多い定時制の家庭、各地区にこういうふうに合わせて14校になります。
でさらにですね、各地区の中でですね、まあ卑屈なところ、まあ、スクールカウンセラーの方が、派遣しにくいようなところ、まあ、そういうところに、置くということを考えたところが、まあ6校あるんですが、そのうちの、三島町立高校や静岡中央高校や浜松小平台高校は、これはまあ現在でも、廃止されておるんですけれども、ここはですね、体制の定数の壁といって、まあ、非常に偏ったある生徒が多い学校ですので、こういう学校に、まあ、2人廃止をするような形で、まあ、重点的にですね、定数制を、まあ、支えるような形での30人。ということを考えています。まあ、各地区 10校ずつというふうに、そうした長所もあるんですが、まあ、9人、12人ですね。生徒がやはりこう、生徒数も、学校数も多いものですから、どうしても生徒が多くなるのかなというふうに考えています。まあ、一つの案ですけれども、こんな考え方で今、考えています。すみません。単純に考えたんですけど、もうそういうことが分かっているなら、それスクールカウンセラーじゃなくて、教職員とか、そういうところでまず対応するっていうのっていうないんですか？そもそもスクールカウンセラーを増やすより、養護教育を増やすとか、それだけで、単位制で問題が多い学校があるということがもうはっきり明言できるのであれば、そこをなんですぐスクールカウンセラーなのかなと思ったんですよ。その前の養護教育や、教職員が大事ならそこを手当てするし、っていう方が、なんか普通の当たり前の考え方な気がするんですが、なんでそこがスクールカウンセラーにすぐ行っちゃうのかなと思うんですけど。僕は先ほどのご説明でいくと、寮だけじゃ普通で教員で対応できない部分があるからというふうに理由にあるんです。先ほどね、239ページ の、 アウトカムの成果指標のところで、いじめの解消率が集計中になっているというのは、実際には集計されているけど、文科省の規定で、さらっている。おっしゃいましたよね。これいじめの解消率の調査は文科省の法定受託事務なんです。文科省の授業なんです。文科省から言われている授業なんです。文科省の調査でございます。従いまして、これは統計法という方法に基づいてですね、その調査したいが出さない限りは、まあ、公にはできないというふうに認識しています。いじめの解消がどういう状況なのかは、教育委員会の皆さんの調査としてはやっていないということなんですか？文科省のその統計法に基づく統計でしか皆さんは捕まえておられないですか？もちろんですね、私どもが調査をしているわけですから、私どものところにデータが来るんですが、じゃあ私どもが主体となって同じような調査をまたやるんですかという話になると。ね、まあ、はい、それが文科省の方からね、この調査を、まあ、やりなさいというのがあるんですからね、まあ、この調査を、まあ、利用させてもらっているということです。そう、文科省はいつからですか？ちょっと前から。教育教科書の方はレビューシートの記入をお願いいたします。先にもしですね、県民評価者の方で質問、評価するような質問したいという方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか？はい、どうぞマイクをお願いいたします。はい、次 の、 22とも全く絡む問題ですけれども、ですね、私有徳の人づくりということで、もっと問題がですね、根本的な議論がされるのかなと思って聞いてましたら、いじめだ、引きこもりだ、退学だということのですね、現象論をいろいろ言ってるだけで、なんでこんな議論になっちゃうんですか？私もここにちょっといくつか書かせてもらいましたけれども、本来学校の先生っていうのは聖職者で、子どもの将来に生きていく力をつけるため の、 仕事が職業としてあるわけですよね、専門性が。それをカウンセラーだなんだってこう江戸分かりしてですね、やること自身がおかしくて、もう例えば塾のない教育をどうやって取り戻して作っていくのかとかですね、根本的な議論をしてほしいですよ。そうしないと社会的ないろんな矛盾がいっぱい格差社会になっている中で、それにどう現象的に対応しようとしているかって議論じゃん、根本的に解決しないじゃないですか。私もまさにそれに書きましたけれども、
教師自身がですね、理解してそういう仕組みを作らないといくらスクール管理を増やしても足りないでしょうねって書きました。この辺のところ教育委員会とかですね、組織トップに言われる人はどういうふうに考えておられるんですか。まあ、ありがとうございました。おっしゃる通りだと思います。教師の資質向上がやはり最重要課題だというふうに思っておりますので、スクールカウンセラーに頼るということではこの授業はないというふうに考えています。実質的に先ほど説明しましたように病院事業等につなげるですとか、専門的な、診断が必要なお子さんの中にはいらっしゃることから、スクールカウンセラー臨床心理士が必要だということを立って、今ご意見いただいたように教師の資質向上有毒の人づくりということで、心を育て、そして子どもたちの、教育環境を整えるということが一番大事だというふうに思っております。ありがとうございます。あ、ちょっと違います、ごめんなさい。いいですか。教育理事長、すみません、答えが遅くなる。先ほど一番最初の時に申し上げましたけど、事業デビューということなので、一応事業を取り上げて、議論をしていただいているということなんですけど、申し上げましたように、本質的には教職員の、資質、姿勢、活動、そこが一番重要ですし、教育委員会の予算、予算の議論になりましたけども、もともと人件費が約9割ということで、学校を支えるのは教員ですから、教員の資質向上というのは最も重要だというのを言うまでもありませんが、今回事業レビューでお願いしているのは、そこを超えた部分で専門家の力も借りなきゃなかなか大変だよということでの議論だということでご理解いただければと思います。それではレビューシートをお気に入った方から回収をお願いいたします。引き続き石川さん、今ちょっと県民の方から鋭いご指摘をいただいたのでちょっと質問しにくいんですが、この事業を通して、施策がどう、その施策にどう効果があるかという視点ですので、どうしてもその事業のことを質問せざるを得ないんですが、そこはちょっとご用意していただきたいと思います。で、ちょっと確認、これは確認ですが、234ページ、235ページに小柱とその事業、それぞれぶら下がっている事業を書いてありますが、今、健やかで2番目の健やかでたくましい心身の育成というところの心の教育推進事業でございますけれども、その中にですね、特別支援教育体制支援というのと、スクールカウンセラーの保険の中の学校支援心理アドバイザーというのがございますね。でこれは、235ページに戻りますけども、この括弧4の特別支援教育の充実との住み分け、ちょっと確認しておきたいんですけど、括弧4の特別支援教育の充実は特別支援学校ということでよろしいんですか、を対象にする。そうするとじゃあ、元に戻りまして244ページ、あ、ごめんなさい、42ページあたりなんですけども、特別支援教育支援 体制支援というのはそれ以外の学校に対してということになりますか。でスクールカウンセラーについても、発達障害というふうに書いて、発達障害等というふうに書いていただいてますけども、特別支援学校以外でその発達障害等の障害をお持ちの生徒さんを対象としているということですね。それって絶対数ってどれくらいあるんですか。高校、中高校で、県立の高校で906名、1.29% の、 発達障害、知的な障害を持たない発達障害のお子さんが、生徒さんがいらっしゃいます。はい。大体どこの学校にもいるというふうに考えていただいてよろしいですか。それとですね、先ほどからそのスクールカウンセラーの数の問題を議論になってますけど、これ需要と供給のバランスのことをちょっと聞きたいんですけど、必要とする生徒が、愛知校で591人、そうでないところが1390人、合計1983人っていう数字が出てますけど、これ必要とするかどうかどなたが判断するんですか。これはですね、学校が判断します。
毎年ですね、スクールカウンセラーに関するこの事業、この事業に関する調査をですね、学校にしておりまして、学校の方からスクールカウンセラーによる面談をしようとする生徒数というものを出していただいております。それって基準ってあるんですか？そうですね。まあ、教職員の対応だけではですね、その生徒の改善がなかなか難しいというふうに学校が判断した場合というふうに考えております。学校任せということですね。ごめんなさい、ことがありますで、まあ、その学校にお任せになってらっしゃるその需要に対してですね、まあ、仮にというか、まあ、本当に必要かどうかという議論はもちろんあると思うんですけど、スクールカウンセラーがその潤沢に供給できるかどうかというところなんですが、資格がその、臨床心理士もしくはそれに準ずるものということなんですが、その絶対数というのは供給の需要に十分対応できるだけの供給の量はあるというふうに考えていいですか？そこもまあ一つ大きな課題でございまして、なかなか臨床心理士さんそのものはですね、まあ、大勢はいらっしゃらないというふうに認識しております。ちょっと具体的にその辺の数字っていうのは把握されてないですか？高校の理数はわからないんですが、昨年度末小中学校で、スクールカウンセラーを募集しましたところ、36名の応募がありまして、そのうち採用が15名でしたので、まあ、希望される方が多かったというふうに考えています。で、その、まあ、その採用にならなかった方は勤務時間ですとか勤務事項がなかなか要望と合わなかったということでご遠慮いただいたということはあるんです。それは採用試験ということですか？単純な採用試験ということで、その次の質問はその要するにその臨床心理士なりそれに準ずる人たちの、スキルというか、クオリティというかですね、それをどう担保するかということは当然必要になると思うんですけれども、それはどういう仕組みをされているんですか？この事業はですね、平成18年から今10校体制になったんですね、まあ5年、6年というところですけれども、まあ、なかなか、まあ、客観的にですね、こう評価するようなものは、まあ、ないというのが実際のところですが、やはりこの制度に対するこう面談ということになるものですから、人柄とかですね、そういったことも含めてですね、これはもう担当あるいは学校の方で、その方が適切かどうかといったことは評価をしているというふうに考えています。じゃあ学校で評価をして適切でないと判断されたら学校でお断りできるんですか？別の人がよこせということができるんですか？それはあると思います。それはきちんとそういうその体制が作られている、県の教育委員会としてそういう体制を作るお作りになっている。これ年度でお願いを委託をしておりますので、まあ、その1年間はですね、まあ、その方にやっていただくということになると思いますけれども、まあ、そういう学校からのですね、まあ、評価というものをいただければですね、まあ、次年度のですね、まあ、配置あるいは任用についてですね、まあ、再考するということがあります。年度の途中でもですか？途中ということはですね、まあ、どうしようもない状況であればもちろんそういったことをせざるを得ないと思いますけれども、実績はないです。まあで相手が生徒さんですから、まあ、いろんなケースがあってですね、まあ、臨床心理士といえども人間ですから、そこでトラブルがあって、まあ、これ以上無理だという効果が上がらないというような事態もあると思うんですね。でそういうところにやっぱり体制としてはきちっとしておかないといけないかなと思うんですけど、うん、はい。直接学校に配置する場合には、まあ、年間の、まあ、契約ということになりますので、その方を途中でというのはなかなか難しいかと思いますけども、要請を受けて派遣されていく場合には、まあ、この方とその今問題になった生徒との相性とかもありますので、この方ではちょっと
対応できないということであれば、また他の学校から派遣をして対応するというふうなことは可能であります。それと今その、スキル、クオリティって話しましたけど、資格があれば、あるいはその資格に準じた、資格ですね、資格があれば、採用して派遣をするということなんですけれども、その人たちを一堂に会して研修をするとかですね、県の教育委員会としての方針を、十分理解をしてもらうとか、1年に1回とか2回とか、そういうその研修みたいな必要性は感じられませんか。高校ではですね、まだ実際そういったことはしておりません。まず一つの理由はですね、人数が多くないということ、あと、担当者とですね、そのスクールカウンセラー、臨床心理士の方と、直接ですね、話をさせていただいて、県の方針等、ですね、そういったお話をさせていただいております。実際やってないということですよね。意見としてはそういうことをやっぱりやって、県としての方向性の確認みたいのはやっぱり必要かなと、資格があればいいという問題ではないような気がするんですよね。それはそういう意見です。あと最後ちょっとさっきその、特別にですね支援を必要とする行動の話なんですけれども、発達障害の生徒さんに対するその派遣されてらっしゃるということなんですけど、それは臨床心理士の中でも特別にそういうその専門性を持った方がいらっしゃるんですか。その方は臨床技師さんによって、得意不得意の分野はあるのかもしれませんが、特にですねその特別支援発達障害のですね、ご専門としている方がいらっしゃるという話は聞いてはおりません。発達障害の中でも非常にたくさんいろんな種類が あるじゃないですか。それぞれの専門性もあるんで、臨床心理士が全部それ、スーパーマンのようにですね対応できるかっていうと、そこにちょっと疑問を感じるので、そこは難しいかなというふうに意見です。以上です。それでは、評価がまとまっておりますので、評価についていいと思います。まずは専門医の方、挙手をお願いいたします。心の教育推進事業費につきまして大きな効果があると思われる方、挙手をお願いいたします。一定の効果がある、お一人。あまり効果がない、4名ですね。続きまして県民評価者の方の判定です。大きな効果があるという方が2名、一定の効果があるという方が19名、あまり効果がないという方が7名です。結論としましては一定の効果があるとこういう結論になります。県民評価者の方でご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。一人からお話しいただければと思いますが、ぜひ、どなたかにお話しいただきたいと思います。一人当てさせていただきたいと思います。端になってしまいますのでご意見をいただければ。私も一定の効果があるということで、評価をさせていただきました。常々考えてますのに、高等学校の場合の不登校の原因、表にもありますけども、いろんな理由があると思います。しかし今いろいろ考えてますに、その根本的な原因っていうのはやはりいじめが根っこにあるのではないかなというように常々考えております。ですので、この心の教育推進事業も一定の効果はあると思いますけども、さらにその前段階として、いじめの解消、いじめゼロを目指した事業が教育委員会としてできないのかな。いじめをなくせばおそらく不登校も減るでしょうし、今問題になっております子どもたちの自殺の問題、そのほとんどがいじめに起因しているように思われます。ぜひ教育委員会を挙げていじめゼロを目指した事業の展開といいますか、そういったものをお願いできればなと思っております。
ありがとうございました。このレビューシートたくさんコメント書かれています。多分この後のやる小中学校からの、帽子とこれセットだろうというご意見非常に多くありますし、ともすればスクールカウンセラーに丸投げになりかねないので、そこは気をつける、先ほどのこういう煙のようなご意見も一緒かもしれませんが、そういったところをご参考にしていただければと思います。以上で終了いたします。ありがとうございました。